願いします。というわけで今日は先日行った大西プロとの対決の解説動画ね、いきたいと思います。大西プロの動きを中心に、当たり前やけどやっぱりしっかりやってるなっていうところを中心に解説できたらなと思います。よいしょ。編集終わったで。ちゃんとお返ししといて、また踊らしといたからな。あんまやったら怒られるで、プロやで。まあ関西人なんで意外と喜んでるっていう噂もボコボコやなしけど、まあしょうがない、やられすぎやで。では行ってみましょう。どうぞどうぞ。お願いします。やばい、めっちゃ緊張してきた。はい、まず1ポイント目ですけども、このサーブを打った後の僕のポジションのところから、大西選手がリターン、ネットの高い位置を通してリターンしてきたことで、僕はこんな後ろまで下げられてるんですね。はい、リターン1本でここまで下げられて、次で回り込んでやられてます。はい、この回り込みの判断の速さもね、分かると思います。僕がフォアで打った瞬間にはもう回り込んで、まあ、僕もそんなにね厳しいところには打ててないんですけど、基本通り回り込んで、この構えの速さ、腰の落ち方、それから後ろから前へしっかり体重移動、ステップインを行ってストレートに打ってます。体もしっかり回してます。はい、2ポイント目です。バック側にスピンサーブを打ってきたんですが、この綺麗な体の反り、それから足の蹴り上げ、しっかり溜めて打ってるのが分かると思います。でこの後フィニッシュを小さくまとめて強いスピンをかけて相手のバック側に弾ませてるのが分かると思います。これはでも返したかったですね。ラリーがしたかったですね。ちょっともったいなかったかなと思います。まあ、僕相手でもね、サーブ打った後これだけ低く構えてますから、やっぱり普段から基本の積み重ねをしっかりやってる証拠だと思います。はい、ここは僕がよく使う手で浅いスライスで前におびき出してっていう形でラリーを切っていったんですが、この浅いボールの処理の仕方が、ここまで膝を落として丁寧に処理をして、しっかりボールを捉えて前に入って、またここまでスタンス広くね、腰を落として構えてますから、はい、もうビビりました。はい、ここは結構いいサーブを打ちました。こんなセンターギリギリに入ってるんですが、余裕ですね。余裕でリターンされて、もう構えてます。で、こんなに深いところに入ってきます。サーブした後は僕はここにいたのに、気がついたらもう後ろに下げられてると。なんで?思いながらラリーしてミスってます。はい、もうここはチャンスだったんで思い切って出ました。まあ、僕のスライスがね、思ったよりも伸びてこなかったんだと思います。ただこの打点に顔を残した基本通りの打ち方ね、ジュニアの子たちとか真似してほしいです。はい、ここは1ポイント落としたんで、しっかりサーブを打ってきました。はい、で次ももうサーブでしっかり崩されてます。サーブのフォームをねしっかり見ると分かると思いますけど、後ろから見てもこの逆くの字しっかり反る形ができています。また横から見てもこの逆くの字型ですね、
が作れているという、もう理想のサーブのフォームになってます。なんとか返したんですけどね、もうあとはちょいちょいとやられてます。はい、でこのポイントなんですけども、相手が前に出てきて、ここで僕はここを狙ってます。狙った後、自分も前に行くことで、この丸1番、ここにボールが浮いて入ってきてもボレーで決める、2番に来てもボレーで決めるっていう雰囲気を出すので、ここに誘い込んでるわけですね。でオープンコートに決めようと思ったら、思ったよりもだいぶ早くいいボールが返ってきたという感じです。分かってるのに取れないっていうね、もう嫌ですよ。もうはい、このポイントはスライスの使い分けを行いました。まずここは滑る系のスライスで打ちました。で1本フォアを挟んで、この後はバウンドした後ちょっと止まる系のスライスでタイミングを外そうかなと思ったんですけど、ここまでバックステップで下がってしっかりねボールとのスペースを取られているので、終わったかなと思ったんですけど、ミスしてくれてます。このチャンスボールでちょっと下がってボールとのスペースをしっかり作って、体重をもう一回前にかけていくっていう動きは皆さん参考にするといいと思います。はい、ここから2ポイントサーブで取られてます。なんかこうポイントを落とすと次もサーブでサクサクと終わらせてくるみたいな、ね、嫌なやつですよ。嫌なやつです。嫌なやつです。はい、ここで問題です。これはどっちがセンターにフラットでどっちがスライスか分かりますか？正解はこっちでございます。まあ当たり前ですけど、フォームとかトスの位置では全く読めない感じで、はい、打ってきます。はい、で最後も前に入って角度をつけられて、もうね返せなかったですという感じで、まあ、サクッとやられたんですが、基本的なところを、まあ、姿勢を低く落とすであるとか、構えるであるとか、深く返すであるとか、まあ、ボール一回下がって前に入り直すとか、基本的なところをすごくしっかりやってるのがわかると思います。特に姿勢が低くて毎回しっかり構えてるところ、パワーポジションをしっかり作ってるところはすごく参考になると思いますので、基本が大事ということがね、わかると思います。なんかあいつダンスの編集したいって言ってたけど、なんかあんのかな。過ぎちゃう編集、大丈夫ですか？大丈夫かな。はい、というわけでまだまだ大西プロに教えてもらう動画とか、渡辺選手との対戦とかインタビューとかいろいろありますので、はい、引き続きお楽しみにしててください。ではまた。Oh.
standing in the street alone.